皆さんこんこにちは今回は「AO 推薦入試脂肪流書対策」「脂肪流書」の書き方丸に一貫性の提示について学んでいきましょう第2部の一貫性の提示の割合というのは30 40%から40となっています第1部で宣言した志に説得力を持たせる重要なパートですここでは過去現在 未来この3つの一貫性が求められますまず過去についてです過去についてのポイントは3つあります一つ目選択と集中死亡流書というのは一つのことを深く深く書くあれもこれも書くのではなくて選択していくことが大切なんです過去の活動を絞るとということが大切ですね同時に2つ目きっかけも一つに絞ってください 人のきっかけというのは必ずしも一つではないかもしれないんですけれどもやはりこれも活動同様あれもこれも書いてしまうと相手に伝わらなくなってしまいますので一つに絞るということが大切です。ポイントの3つ目重要なのは過去の実績そのものではなく活動ををを通じてどのように努力をし何を学んだかこういったことが大切なんです。ですから 検定のの段や四角の点数そういったことをアピールするのはやめましょうさて活動実績の取捨選択の方法なんですけれども基準は2つありますつつ目目外よよりり内点線ですこの「外より内」というのは学外活動よりも学内活動を重視するということなんです。例えば 学外でやっていたバンド活動よりも高校が正式に認めている部活動であったり生徒会活動そういったものを大学はより評価するという傾向があります。一方点より線というのは単発のイベントよりも数年間にわたってずっと続けてきたような活動そちらを重視するということです。ですので、えー、駆け込みのボランティアなどは NG です次に現在についてです現在では問題意識について書きます問題とは今皆さんがぶつかっている壁のことですこの壁が大学での研究テーマになるんです今特に壁にぶつかっていないという人はそのまま活動を続ければいいわけで 何らかしらの壁にぶつかっていてそれを解決するために大学に進学するというストーリーが出来上がりますですので4年間かけて探求すべき本質的な問題であることそれが大切です三つ目の未来についてですがここでは未来から現在を引いたこのギャップそれが大学でやりたいことになるんですけれどもここに重点を置いて書きます 志を実現するためのビジョンを詳細に書いてください皆さんが入学後に何を研究したいのかそれを具体的に示すことが大切です問題解決に向けた方向性大まかな方向性を示すことも大切ですでは具体的に書くとはどういうことでしょうかそれは審査官が映像として鮮明にイメージできるくらい具体的に書くということです 例えば志の場合ですとその問題を解決することで社会はどう変わるのかそれを実現することで人々がどうなるのかあなたはどうなってほしいと願っているのかそれは社会に対してどれだけインパクトがあることなのかこういったことがありありとイメージできるぐらい具体的に書くことが大切なんですくれぐれもさまざまないろいろな 多様な、こういった言葉は使わないように気をつけてくださいこの過去現在未来を語る上で大切になってくるのがストーリーリです。一貫性があるというのはこのストーリーがあるということと同じ意味です過去現在未来を具体的に表現することであなたの将来性と志望行への適性この2つをアピールしていきましょう今回は以上になります では、こっすんでした。